シティチルクラブ11月度ミュージックセレクターを担当しましたゆかです。選曲がすごい、まあ本当に膨大な楽曲の中からどれにしようかなって悩んだんですけど、まあ、一番自分らしさも出せて皆さんもリラックスできるような選曲を考えてみました。私が結構3時から5時がもちろん寝てる時間の時もあるんですけど、起きてる時間の時もあるので、まあ、その起きてても聞きたい、寝て、まあ、その寝る前のリラックスとしても聞きたいっていうどちらの思いもあって選曲しました。結構あるんですけど、パッと今浮かんだのはデフテックの打ち明けてくれっていう曲があるんですけど、タイトル通り打ち明けてくれっていうタイトルもがあるので、その自分の胸の内を打ち明けてよって言ってくれてるような曲なんですけど、やっぱり夜中って一人のことが多かったりとかして悩んだりとかちょっと落ち込んでしまうことがよくあったので、この気持ちをこう打ち明けるみたいな、曲に打ち明けるみたいな気持ちがあったので、結構思い入れのある曲です。春巻きを作ることでして、あ、これちょっとちゃんと喋りたいんですけど、例えばお鍋作るとかは、まあ、例えばこうね、いろいろ具材入れるとかなんですけど、春巻きって私家で作ったことがなくて、ずっとこう外食とかであったら食べるっていうものなんですね。で、まあパーッと一回レシピを見た時に、結構まあ中の種を作って巻いて揚げてみたいな工程があったので、私揚げ物も今家でしたことがないので、その工程もちゃんと準備立ててやりたいので春巻きを作ることです。私大学生から音楽活動を始めてるんですけど、その中でこう悩んだ時によく行ってたところが大阪城公園の中なんですね。で、その大阪城公園も結構広い中で、結構そのお城に近づいていけば行くほど結構いろんなスポットがありまして、その中でも全然人がいないみたいなところのベンチによく座って、あ、これからどうしていこうかなとかよく考えることがあったので、ちょうどこれぐらいの季節に行ってちょっと寒いなとか思いながら、そこで今後どうしていきたいかみたいなのをノートに書いてたことがあるので、大阪城公園ですね。寝れない時は私は友達に電話することが多くて、私がやっぱり夜中起きてるっていうのも友達も起きてる時間帯でもあったりとかして、なんで、まあ、一旦 LINE で起きてるっていう事前のね、あれを入れてから起きてたら喋って、結構朝までってなることも多いんですけど、まあ喋った後絶対スッキリはしてるので眠りやすいですね。そうですね、まあだんだん寒くなってきてるんですけども、まあ音楽っていうのはまあ日々いろんな気持ちを癒してくれたりとか、テンション上げてくれたりとか、本当に唯一無二の存在だなと思うので、まあね、この夜中の時間に聴く音楽もそうですし、朝を迎えてからいろんな音楽に皆さんも触れて日々楽しんでいってもらえたらなと思います。